これからが始まりです。一緒に頑張りましょう。さっさと片付けよう。冒険を共にしてくださって感謝しています。ひょっとして今蛇を見ませんでしたか？ここには特に何もないですね。時に帰路は一番の近道に。敵です。私の番ですよ。ターゲ百発百中。苦しみませんか。我らの盾が城壁となり、必ず砕けろ。力は我らのもとに自然に帰るのだ。さて、こっちだよ。私か。敵を制圧しました。私たちの勝利です。何かありそうですね。何かありそうですね。何かが怪しいです。周辺を調査します。アリア様、何かが怪しいです。森は好きだ。奇襲をする。ここには何もなさそうだ。ここは戻るのが良さそうですね。獣が通るような道ではありません。安心して進みましょう。ここにあるのは弱膜のみ。さっさと片付けよう。何かが怪しいです。周辺を調査します。アリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。鳥さんの声が聞こえますね。それは私のだ。敵だ。さあ、こっちだよ。私の番ですね。やっ、敵を倒しました。付き合い。逃げ場はない。力は自然に帰るのだ。またこっちだよ。だが私の番ですね。やっ、敵を制圧しました。もう終わりだ。自然がなすままに。ここはすでに安全が確保されています。一度通った場所でも油断はなりません。交戦に突入します。何をやっているんだ。いいか、私の番ですね。
しました。我らの盾が城壁となり、必ず砕けろ。粉々に砕けば耐えられない。私の番です。か敵を倒しました。百発百中。我らの盾逃げ場はない。粉々に砕けて灰となれ。やっと平和が訪れた。おかげで強くなりました。ちょっと休んでもいいんじゃないか。何かが怪しいです。周辺を調査します。冒険を共にしてくださって感謝しています。何かが怪しいです。周辺を調査します。アリア様、何かが怪しいです。何かありそうですね。生命は循環している。我らが任務を繰り返すように。ここは戻るのが良さそうですね。それは私のだ。罠です。逃げてください。一度通った場所でも油断はない。自然の美しさを感じようではないか。冒険を共にしてくださって感謝しています。自然の美しさを感じようではないか。何かが怪しいです。周辺を調査します。アリア様、何かが怪しいです。おっと、周辺を調査いたします。お客様でしたか。いいものが揃っています。どうぞ見ていってください。ありがとうございました。光線に突入します。またお越しください。さて、ドイツをこっ私の番です。やっ、ターゲットを捕らえる隙あり。我、逃げ場はない。風、自然に帰るのだ。死ぬ。緊急処置をお願いします。さて、こっちだよ。私の番。ターゲット隙あり。敵を射殺しました。私たちの勝利です。これできっと大丈夫です。砂粒の中の真珠だな。砂粒の中の真珠だな。罠です。逃げてください。何かありそうですね。おっと、お客様でしたか。いいものが揃っています。ありがとうございました。またお越しください。何かが怪しいです。シュアリア様、何かが怪しいです。周辺を調査いたします。ここ、エマさんがおっしゃっていた場所に到着したみたいですね。ここはもう何年も人の手が届いていないようです。正直何を探せばいいのかも分かりません。どんなに些細なことでも教団と関連したものが見つかればいいんですけど。はっはっはっ。教団に包囲されています。さて、ドイツを始末しようか。どこ見てんだ。私に任せてください。ケンと一緒に踊りましょう。完了です。
盾が城壁となり、必ず王国を守る。砕けろ。審判の日だ。懺悔しよう。そして昇天の道を歩むの。力は我らのもとに集まった。今が絶好の機会だ。首を突き出せ。私を昇天した。首を突き出せ。お願いします。付き合い。やっと平和が訪れた。くそ。教団の本拠地はどこだ。答えろ。アクサムがお前たちの元締めか。お前たちは一体何者だ。昇天の道。生き絶えたようです。昇天の道とは一体何なのでしょう。ジェロム、教信徒の言葉に耳を貸す必要はない。いいえ、どんなに些細なことでも調べるべきです。村にこの場の均衡を取り戻した。ゆっくり休んでください。どこかに行かれるのでしょうか。声が聞こえます。それじゃあよろしく頼んだよ、マーク。ああ、最悪の事態に備えなければいけない。この話はここまでだ。客が来たようだ。皆さん、こんにちは、マークさん。それで調査の進捗状況。指導でまた教団と戦いがありました。昇天の道、何か知っているのか。それは教団が重んじていた教理さ。エニアリオスが討伐されてから40年余りが経ったというのに、未だにその教理を崇めているということか。深く考える必要はない。考えたところで狂った者の考えなど理解できるはずがない。エニアリオスの話が出たついでに、もう一箇所調べてほしい場所がある。誇りの峡谷ですか。ああ、村の西部に位置する荒涼とした峡谷で、昼間は日差しが強く照りつけ、夜は冷たい風が吹く。過去に教団の集会が行われていた。もう一つの指導がそこにある。そこは生贄を捧げる場所だった。そこも今は廃墟同然だが、やっ、険しい道のりが続く場所だ。ありがとうございます。気をつけ。アリア様、ご命令を。気味が悪いくらい静かな通りですね、アリア様。まさか天下のティラ様がこの程度で怖がってるわけじゃない。私の任務はアリア様の警護だ。ここに危険なものなんてないよ。いるのはせいぜいネズミとハエくらい。うわっ、びっくりした。誰だ貴様は。私の名前はナディア。ここは私の領域。通りたいなら通行税を払いな。そんな強盗なのですか。強盗。私をあんな奴らと一緒にしないでくれる。強盗ではなく泥棒の類か。タマゲリア刑法に基づきお前を拘束する。あんたたち。お、この方はタマゲリアの姫アリア様だ。姫様。へえ、道理で金持ちのオーラを感じたわけだ。犯罪者に説明する必要はない。王族への礼を尽くさないのなら。ミラ、そんな言い方しなくても。わかったわかった。
姫様。まったく、今日の商売は散々だよ。やっと客が来たと思ったのに。お、通行人を恐喝し不当に金を奪い取っていたなら当然。ちょっと、恐喝だなんて失礼だね。通行税はただの冗談。あ、商売人ということは何か売っているのですか。アリア様、どうせ盗難品に違いありません。おお、お姉さん鋭いじゃん。せっかくだし。ご静粛に。ここは神聖な場所です。